ちょっとだけ、拾いましたかね。そこそこ大きい雷音が、最後の方の音だけ収音できたかもしれません。で、雨、降ってるでしょ。もう、本当のことしか僕言ってないですから。淡井圭介本人です。ね、雨の音するでしょ。一応水滴見えるでしょ。2023年8月20日17時59分何も変わってない。ずっと本当のこと言ってる。天気のことも神がかり的な力のことで、お任せ動画にしてるのに、今本当は横向けて撮影できるはずなんです。それを縦にしなきゃならないね。本当のこと言ったら、これがコンピューターの世界。コンピューターが人間をハイジャックしてまでコントロールとか、これがこの世の真実。科学業界本当に徹底的に裁判所で潰さなあかん。雨の量増えてる、これが現実であり事実。これが淡井圭介の生まれた月、8月9日誕生月。これが年から年中しょっちゅう自分の心が負けたら、それもみんな悲しくなって泣く。あの世で先にお亡くなりになられた自分の一族だけとは思えない。この無茶苦茶な社会で怒り、悲しみ、悔しさ、苦しさ、止めどようもない後悔。すまなくても言うこと聞いてくれない、分かってない人たちばっかりだった公務員の人たちの総決算。淡井圭介がこの雷の音全然怖くない。ほら光った、光ってやっと信じてるバカがいる。自分の耳で聞いて分からん連中ばっかり、本当に泣きながらでもこういうふうな怒るような口調になる。今日もう昼ぐらいに有馬警察署に松屋の件で通報しに行ったんです。ドレッシング出しっぱなしで、ね、テーブルの上腐ってる、でそれ食べて指針出てるよと、それ7月下旬に言いました、店員の方に。そしたら業務改善されるかなと思ってたんですけど、全然もうずっとほったらかし、ドレッシングを冷蔵庫に入れることすらしようとしない。お客様の方が上なのに、被害者の方が上なのに、原告の方が。警察呼びますよって昨日エリアマネージャーのヤギっていう名札の人間が言ってました。エリアマネージャーないです、ストアマネージャー、言い直します、訂正、ストアマネージャーで、働いている従業員の数とテーブル、まあ客席見たら分かりますから。もともと僕大阪ヒルトンホテルとかフルーツラーパークとかで働いていたから、バーベキューコーナーでもレストラン、カトレアでもバンケットでも、バンケットって宴会場、大阪ヒルトンの王朝っていうレストランは関西ナンバーワンの売り上げのレストラン、そこの すごいのは落ちたね。どっかあれでまともかしないかな、みんな現実分かってね、外でなんかどっか声聞こえたでしょ。で今日その通報行った時にまだ警察官で、座ってた丸刈りの男が病院行くって言いました。もうそいつ、もう警察官から外してください、無理、もう国連で動いてください、もう日本の政府の警察官の中にバレたら困る連中たくさん多すぎます。自分たちのしてきたことが正しいって全然むちゃくちゃな内容で物事を突き進めようとしている警察官多すぎる、無理、本当に頭丸めてたら何でもしていいと思ってる。人の言う話全然信用しようとしない。だから僕はもともと
高室の人たちとお会いして勤務先が変わっても高室の人たちとか当時の大臣の人たちからの方が会いに来てたっていう本当の話、国連の方からしっかりと有馬警察署の職員全員に教えてください。でそれ覚えられないんだったらもう君たちもう警察官辞めなさいって。でその辞めさせた警察官の名前と住所と電話番号を教えてください。もう絶対そいつらこの辺の人間と組んで国のお金使い放題側に回ってるから、サッカースタジアムとかスポーツスタジアム関係もそう。で警察官の方でその僕の悩んでる件とか今訴え訴訟の件に関して警察官の方で調べられたり、その後どういうことなのか返答もらえますかって言ったら誰も返答しない、4人いて全員だんまり。裁判所の人間も自分の名前明かそうとしない、神戸地方裁判所もう他も同じ。無理、もうこの世の中まともになんか絶対稼働しない。だからエネルギーの残存量でヨーロッパはちゃんと集計をして採掘した分の数字は減っていってるんです。だけどもサウジアラビアとかは数字が横ばい だったんですよ。おかしい、これ採掘してるんだから中空洞になってるのあなたたちも知ってるでしょって。で数字化してもらったら世界的に採掘可能な技術的採掘可能なガソリンの残存量が2019年が69年分だったのが2020年に発表されたものが一気に 53.5 年分、ずっと湧いて出てくると、おバカな発想ずっとしてる。金属の採掘をしてたら分かる、穴掘りっぱなし、地下は大空洞や。そこがアホの総決算、春山整骨院いらん、ハリキューマッサージ人なんか救えん、介護なんか入れ込んで余計国の税金使って、認識力のない老人を連れ回して金稼ぎしよう。介護業界の人間、その分元議員の人間とか混ざっと、もうそこ絶対入っちゃダメだって。ハリキューマッサージ元皇室だった人間とかも同じだよ、議員もスポーツ関係者も。何回教えても真面目になろうとしない、ずっとクローズだよ。でひどい挑発行為の漫画がクローズっていう漫画、あの暴力団の漫画ね。もう高校生の頃から暴力団してること、あの人数であんなことしたら機動隊どころか自衛官出てくるかもしれん。映画の撮影中に自衛官が行ったったらいいんですよ、迷彩服着たもの。それでしていいことと悪いこと、テレビのアニメ漫画ゲーム作っていいものと悪いこと、悪いもの分かるでしょって、現実分かってますって。だから今新海誠監督という名称、本名はニーズっていうらしいんですけど、それも分かんないです、インターネットの記事だから。どちらが本当のことを言ってるのか、偽名なのってテレビ出る人間すごく多いから。だから新海誠監督に僕からのホームページでメッセージを送ってますけど、もともと君の名はっていうのは名前を名乗らない人間が多すぎたから、身分証明書明かして偽名名乗ってる人間がテレビにいっぱい出てるから、アナウンサーでも偽名名乗ってた人間がいたみたいです。無理だって、こんな世の中まともな統治なんかできるわけないじゃない。だから新海誠監督にはもう建物の老朽化問題、もう国際貿易センタービル東京都の方のそれ解体、一つの大きなビル解体するのに1年8ヶ月かかってるって、この状況どう思いますって、これ追いつくと思いますって。それでもまだ空き家いっぱいあるのに、600万件から2011年、今もう1000万件以上の空き家建物まだ作りよう、住む人はいないのに。
大元は銀行とか証券会社が金回しよ。議員もや。行政が許可を下ろさんかったら建物なんか建てられへん。訓導の全員横領罪。本当は世界への SOS です。もうキリない。本当の話から逃げる人間。